もしクラップ音が聞こえて、ちょっとゾワッと寒気のようなエネルギーを感じたら、思いっきり響くように、パンと一回かしわ手をしてみましょう。まあ、拍手ね。かしわ手。さあ、みんなで開運するよ。願いが叶っていく、のりこチャンネル、始まります。さて、家の中で普段起きないようなこととか、音が聞こえた、何かが見えたとき、なんだか怖いな、不吉なことが起きる前兆なのではと不安になる人もいると思うんですけれども、確かに静かな家の中に何か音がしたらビクッとなりますよね。でもそれは不吉なことではないんです。むしろエネルギーが動いたことによる現象なんですね。エネルギー、つまり波動が動くとき、目に見えなくても実際にエネルギーは動くわけですから、その動きが何らかの形となって現象化します。それが家の中に現れると、誰もいないのに何かが起きたとか、ポルターガイスト現象として扱われているだけなんですね。なので不運になるんじゃないかと心配しなくても大丈夫。逆にいい方向にエネルギーが動いているよっていうサインなんです。現象ごとにどんなエネルギーなのか、何が現象化しているのかは違います。今日は家の中でこんなことが起きているとき、どんなエネルギーが動いているのかを5つお話ししたいと思います。まず1つ目なんですけど、クラップ音です。パンとかピシッというようなかしわ手のような音が聞こえたことってないですか？たまにお盆時期とか大切な人が亡くなって、日にちがまだ経っていない時に、亡くなった人への感謝とか愛を感じたり、その人の話をしていると、クラップ音を聞いたことがあるという人もいるかもしれません。実は私もあるんです。お友達の旦那さんが亡くなって、一周忌の時にその友達の家にお邪魔して、亡くなった旦那さんの話をしていたんですね。そうしたら部屋の一角からピシッっていう音が何回か立て続けに聞こえたんです。友達に部屋のあの辺りからピシッって音が聞こえるんだけどって言ったら、生前の旦那さんはいつも部屋のその辺りに座るのが定位置だったそうなんですね。その話を聞いても全く怖いとか不気味な感覚はなくて、むしろすごく温かい気持ちになれたんです。それは愛情深い旦那さんの温かいエネルギーが私と友達の会話に反応して、その部屋で動いただけの現象だから、別に不吉なことでも何でもないわけです。クラップ音のような音が聞こえた時は、何かのエネルギーが動いただけなんだなと思うようにしましょう。それは天使のエネルギーかもしれないし、龍神様のエネルギーのこともありますよね。いい運気が流れるような部屋を意識していたら、どんなエネルギーが来ようが全く問題はありません。むしろいいエネルギーが入ってきてくれたという証拠なんです。なのでクラップ音が聞こえても不安にならないでくださいね。もしクラップ音が聞こえて、ちょっとゾワッと寒気のようなエネルギーを感じたら、思いっきり響くようにパンと一回かしわ手をしてみましょう。まあ、拍手ね。かしわ手、手を叩くっていうことをしてみましょう。神社参拝の時にするようなかしわ手は、一瞬で場の波動を上げてくれる一番手っ取り早い方法なんです。なのでこのクラップ音のエネルギーちょっと気になるなと感じたら、すぐにかしわ手を叩いてすっきりするまでやってみるといいです。そして家の中でこれが起きたらの2つ目は、電気ショートです。で、これには Wi-Fi の不具合も含まれます。電化製品などの電系はエネルギーを通すものですよね。だからエネルギーに変化が起きるとき、電化製品が壊れたり不具合が起きたりします。なので、もし家の中で電化製品が壊れたもそうなんですけど、突然電気ショートが起きたとか、 Wi-Fi がつながらなくなったというときは、エネルギー調整が起きています。そういうときは焦らず、少し時間を置いてからスイッチをオンにしてみましょう。突然ショートしたら不具合が起きた場合は、エネルギーのバランスを調整したいとき、ちょっと時間を置いたらすぐに治るというケースが多いと思うので、不安になったりしないで、今エネルギーの調整が起きているんだなって思うようにしましょう。そして家の中でこれが起きたらの3つ目は、水回りの不具合です。どんな家にも水は不可欠なので、水の神様がいます。で、水の神様は金運と健康運を司っているんですね。
なので水回りの不具合が起きた時は、金運と健康運のバランスを調整する時なんだと思うようにしましょう。例えば水回りの掃除を念入りにすることでも運気を上げることになるので、急に不具合も治るかもしれません。修繕にプロの手を借りる必要があるのであれば、水回りの色合いを徹底的に金運より、または健康運よりに変えてみるチャンスなんです。水色だと流れが良くなる象徴なので、水場から運気が流れてしまいます。なので、濃い青とか緑、黄色を主軸にして、水を思わせるようなモチーフ、例えば貝殻とか海の生き物などは置かないようにしましょう。代わりに観葉植物を飾ると、水回りのエネルギーバランスを整えることができます。そして家の中でこれが起きたら、の4つ目は、火、ガスの不具合です。火は水と同様、この地球の元素の一つですよね。だから私たちにとって欠かせないものです。中でも火は活力の象徴。インスピレーションとかね、直感力とか、なくてはならない要素なんですね。それに邪気を燃やして新しいことを成し遂げる活力と体力をもたらしてくれるのが火のエネルギーなんです。その火に不具合が起きたということは、金運につながるインスピレーション力が落ちているよっていうサインなんです。または体を休めたり、食生活を見直したりして、健康を整える時だよっていうサインと受け取れるんです。なので火の不具合が起きたら、直すべきことは直したら、あとは心配しないで自分のインスピレーションと創造性、健康面を高めることを意識しましょう。そして家の中でこれが起きたら、の5つ目は、周りの人が引っ越すです。同じマンションでも自分の隣の部屋などね、近い部屋の人とか、隣の家が引っ越すっていう時、嫌なことがあったから引っ越すんだとかね、なんか嫌なことがあったんだっていうことは決めつけないようにしましょう。自分の家の周りで入れ替えが起こるということは、エネルギーが変わるよっていうサインなんです。自分がいいエネルギーでいることを意識していたら、もっと高い波動のエネルギーが家の周りにもやってくることになるので、近くで引っ越しがあったら不安に思わないで新しいエネルギーに変わっていくんだなと、その変化を楽しみにしていてください。今日は家の中でこんなことが起きていたら、それは不吉なサインではなくて、変化が訪れる前兆だよということをお伝えしました。不運が起こるわけではないですから、安心してより幸せな運気がやってくるんだと思うようにしてくださいね。今これが起こってるとかね、ちょうど起こったとか、前に起こったとかあったらコメント欄で教えてね。楽しみにしてます。それではみんなで最高のハッピーを手に入れようね。おまけ。いつもみんなありがとうね。コメント楽しみに読んでます。今日はこういうコメントを見つけました。この日にたまたまですが、子犬を迎えることになりました。めっちゃ幸運の子犬ですね。大事に育てます。ありがとうございます。いいですね。もう家にワンちゃんが来るってワクワクしますよね。で、ワンちゃんが来ることも確実に変化が起こるサインなんですね。一気に流れが変わりますし、癒されるしね。私も実家にいた頃にワンちゃんが来たんですけど、そこから実家がガラリと変わったことがあったんですよ。もう本当にワンちゃんのおかげでなんですけどね。これだけで動画が何本も撮れてしまいそうなぐらいの内容なんですけれども、劇的に変化してしまって、もう本当にね、ワンちゃんのおかげだなっていつも思います。ペットをお迎えすることも大変化が起きますから、楽しみにしててください。じゃあね。